南京陥落を祝う入城式典を4日後に控えた13日歩兵第7連隊に城内総統の命令が下りました「青少年はすべて廃山兵または便衣隊とみなしすべてこれを逮捕監禁すべし」。 老人と子供以外すべての中国人男性の逮捕監禁その命令が下った歩兵第7連隊の兵士鍋島作治さんです常年に10万か20万か知りませんけども敵が追ってですね全部脱いで一般の,あの住宅街とかそういうところに逃げ込んだ時にほっぽろかしわけにえそれ 逮捕して、これは正規軍人、これが C 戦闘員の、どうすか分けれると思いますからな。ね、当時城内には戦火に巻き込まれた人々を保護するための難民区が設けられていました。日本軍はこの難民区の中にも中国兵が潜んでいるとして、 相当活動の対象としましまた難民区を運営する国際委員会は日本軍に対し捕らえられた中国系は捕虜と認められるため国際法に照らし人道的に扱うよう求めました日本は当時 捕虜の扱いについて定めた国際法ハーグ陸戦法規を批准していましたそこでは兵器を捨て自衛の手段が尽きて降伏を乞う敵を殺傷することは特に禁じられていました 捕虜にした場合も人道的に扱うよう求めています明治以来の戦争で国際法の遵守は天皇の宣戦証書に記されてきましたしかし宣戦線布告なき戦いだった日中戦争では その戦線勝者はありませんでした日中戦争においては国際法をどう考えるべきか陸軍省が現地軍の参謀長に出した通達です日中両国は国際法上の戦争状態に入っていないため 陸戦の放棄をことごとく適応して行動することは適当ならず不慮という名称も国際法上の戦争とみなされる恐れがあるためその使用は努めて避けるよう指示しています上海から南京に至るまで日本は戦線布告をせず 日中二国間の事変としたまま戦線を拡大しました捕虜の取り扱いなどを定めた国際法が十分機能する状況になかったのです皇族も参加する入場式典が2日後に迫った15日歩兵第7連隊に新たな掃討命令が下りました 連隊は明16日全力を難民地区に施行し徹底的に廃山兵を捕捉殲滅せんとす逮捕監禁だった命令が捕捉殲滅に変わっています南京の縄文近くを流れる大河長江歩兵第七連隊の小西よそ松さんが 通信本部を訪ねてきた知り合いの兵士からこの川のほとりで起きたことを聞きました「12月16日昨夜来大隊では総統地区の総統をして若者を捕獲して5人ぐらいずつ縛って様子をシャーカン付近沿岸に連行して銃殺したそうだ」 その翌日、同じ連隊の鍋島作治さんは捕らえられた中国人を連行せよと命じられました長江のほとりで廃山兵をより分けると聞いていましたどういう弾みかしなんけどもそのその,あの連れてきたああ 全部海に飛び込んだんですよそれで前の船行くつもりだったんか対岸に行くつもりだったんかと思うその時一部で再撃したんですね機関銃ですよ景気関銃が全て再撃したんですねそれは長嶋さんがご覧になった見てるうん。か事実ですやるやる虐殺にでするですか なんか手に負うやつかなんか、こう、ぼつぼつする。その時に、私自身も。確か一人。切ってるわけです。敵の陣地攻撃しとってね、陣地におるの、突っ込んでいって、殺すのと。全然意味が違うわね。まあ、あそれも。非戦闘員かもわからんようなものを、殺えてないじゃない、まあ。だから、虐殺っていう,ふうに。取られても、これはもう。うん 軍の公式記録、戦闘商法によれば鍋島さんと小西さんが所属した歩兵第7連隊の総統は12日間続きましたその間視察あるいは射殺した廃山兵は第7連隊だけで6,670人と記録されています 世界歴史に賛として攻防を放つ南京入場式は許行されました首都さえ落とせば中国は屈服しこの戦いを終わりにできる南京攻略作戦はこうした日本軍の見通しから行われました